あれ俺なんか誰か飲んだな。俺のじゃん。アロハか。ヤッホー、こんにちは皆さん。始まった、始まってしてるよ。ハロー、始まってます。絶賛充電がないです。充電中です。今日来てくださった皆さんありがとうございます。映れどこ映ってんこっち来るの。これだけ室で全然余裕だよ。皆さんこんにちは。ご来トークありがとうございました。皆さんありがとうございました。ちょっと急遽のインスタライブになりましたが、今日ちょっと終わっ、なんだっけ、新車両追加、はい、イベント、はい、終了させていただいて、その後ね、はい、ちょっと新面でリハをしてたので、はい、あの今日ね、うん、当選者の方しか、はい、会うことができなかったの で、 そうです、ね、今日会えなかったあなたのためにライブです。はい、イエーイ、イエーイ。これね、ちょっとしかできないかもしれないけど、はい、1300円を見てくる。すごい、ありがとうございます。本当に10分ぐらいでちょっと終わってしまうんですけども、ギリがいいんだよね。そうはい、やりたいと思います。後ろがいいごめんね、ごめんね、圧がすごいよ。はい、今日どうでしたか皆さん、新メンバー。楽しかったよ、そりゃ。今日だって何と言っても、ね、ワールドカップがありますからね。そこじゃねえだろ。今日日本代表みんな見てね、本当に日本代表でっから、ドイツと戦っから、みんな、はい、見てよね、応援しましょう、まあ、こうやってね、ファンの方と面と面を向かってね、うん、話すイベントも多くはないと思いますので、ちょっと自体も楽しかったです ね、 ね、まあサッカーつながりではありますけど、はい、明日ね、お、運動会がありますよね。サッカーつながりか、サッカーといえば運動会、うん、運動会といえばエビダン。じゃあ俺こうするわ。普通に座りなよ。だから普通に座ったらマークも溢れちゃう。大丈夫だ。あら、あら、あそこにね、全然何も見えない。向こうは分かんないよ、どうなってるか。文字が見えないだね。運動会があるじゃないですか。はいはいはい。こんなここでやってよ。明日どれくらいなのか。2000人、分かんない、どこでやるの。アリーナの立川、立川か、そこ中です。中なの、うん、めっちゃ焼けるやん。え、どう焼けない。どう見ていたの。嫌であるの。あるのか。あるよ。体育館みたいな感じよ。体育館、本当に体育館。大きい体育館だよ。大きい体育館。だって雨降ったらそれできない。確かに。そうなんだ。いや、だから屋根あるって。あ、そう。どうですか、意気込みかなんかあったりしますか。え、やっぱり、ちょっとさ、ある企画でさ、僕たちもやったじゃないですか。うん、まじ、こっからでも見えるけど、しゅうやくんコメント読んでよって。説明をね、まあ、意気込みを、ね、明日ちょっと多分体を動かす、お前やめろ、腹筋体ね、体を腹筋体ね、運動会ということで、はい、ちょうど今日もちょっとさ、体を動かす競技をしたじゃないですか。そうですね、あんま言えないですけど、あんま言えないですよね。はい、みんなさ、マッチョマッチョ、運動神経いいじゃん、マッチョマッチョ、本当にいけるんじゃないかなと。本当にね、優勝狙えるんじゃないかなと僕も思ってますよ。みんな怪我してない？してない。怪我してないですよ。絶好調だ。俺も大丈夫だ。はい。まあでもね、明日ちょっと怪我をしないように。そうですね。そしてツアーが控えてるので、ほどほどに。あ、まあ、楽しませるっていうことをね、まずはね、はい、楽しんでもらうこと。そう、みんなも一緒に運動しようね。そう。やりたいと思います。客席からね。客席から運動する。なんかあれでしょ、ペンライトとか持ってきていいんでしょ。え、そうなの。そうなんですね。だから新面 の、 あのペンライトがまだないけ。あ、そうだよね。なんかみんな何かしらで応援してくれるって言ってそうだ。いや、俺応援してくれる時、くれる時はロウリュしてください。一発だよね。タオルでロウリュしてくれる。だからリレーの、そう、超特急チームとほら、なんかエビダンネクストチームとかミルクチームとかで分かれてるんですよ、お客さんの席が。あ、そうなの。そうそうそう。あ、分かりやすい。そう、だからアロハ君が走ってる時の超特急チームの、その、まあ、ファンの方々はですね、8号車の方は
みんなこうやって合流してもらって アロハ君が走ってるときに8号車みんなこうね上がるわ。してもらえたらアロハ君多分ね、マジでめちゃくちゃ上がるかも。 50m 秒台でフェンラーピンク大量に持ってきますだって。なるほどね。やっぱさ、確かにそうだよね。いろんなさ、グループもさ、その色があるわけだからさ、合流しといて。うん、ロウリュウしといてね、ロウリュウ楽しみですね。うん、でも俺ら何の競技があるか分からないよ。そうなんだよ。え、分かってるよ。分かってるって、どうか、はい、私たちは知ってるけど、あのファンの方々は何も分からないです。あ、そう、はい、何があるかは本当に来てからのお楽しみということで、うん、そういうこと。あ、で、この後ね、春が何時からだっけ。21時です。21時からあのインスタライブするので、ぜひぜひ遊びに来てください。春のチラッとシンメンバーが現れてくれるかもです。優しさでかもよ。指で手出した。誰かがこの3人、誰かが来てくれると嬉しいです。なんで俺らに圧かけるの。9時から。いや、折り目が来てくれるかもしれない、もしかして。9時からね。あ、逆に。そう、逆にね。いいだろ、さすがに。楽しみですね。当たり前なんか言ってなかった、当たり前のことを当たり前に言う選手権みたいな。あ、やろうみたいな。あのマクドナルドを、うん、マクドナルドにを題として、うん、当たり前のことを当たり前に言うマクドナルドバージョンっていうゲームしようって言った、はい、例えば例えば照り焼きマックバーガーのソースってさ、普通のマヨネーズじゃないよなとか。なるほどね。なるほどなるほどなるほど。え、それ何が面白いの。え、じゃあそれでちょっと面白く言えた人が勝ちなの。あ、なるほど。あ、いいよ。どんだけ面白くないんだけど、面白く言えるから。そう面白くないけど当たり前のことで笑わせるっていう、その喋り方とトークで。むずくない。こういうゲームするの好きなんだよ。マクドナルド限定。うん、マクドナルド限定。ハンバーガーってパンあるよね。まあね、そういうレベルになるとパン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 。そうポテトって揚げるんだねとかね。そうそういうことです。どう。え、バーガーってパンで挟んであるよね。そうなの。え、ちょっとさ、自慢ない。チーズバーガーって作ってるんだね。いや、作ってるそれ。ちょっと分かったね、俺優勝だ。チーズバーガーって作ってるのにちょっとおもろいな。優勝だね。あの、L サイズって大きいよね。まあ大きいね。そういうことやな。そういうことでしょ。そう なんだろうなっていうゲームを皆さんもなんかちょっとコメントでよく、なんかあったら。俺はもう大喜利みたいになってる。こういうなんかつまんないゲームするの俺好きなんだよね。ああ。いやつまんなくはないと思う。例えばさ、今日あの新名で話したんだけど、あのもしこういう芸能のお仕事ではなくて、うん、違う芸能、あ、違う仕事をつけるとしたら、うん、あ、うん、何がいいっていう話してました。芸能以外のお仕事だったら。そう、はいはい、だったらマサはいきなり石油王って言った。仕事じゃないから。優勝でしょ。そう、僕はもう圧倒的にアスリートですかね。あの陸上競技とかそっち系、なんかの選手とかになりたいの。なりたいです、ね。スポーツ系とかでしょ。そう、スポーツ系。やっぱ基本的に目指したいんやな。まあ確かにちょっとね、多分、うん、あのパソコンとかそういう系が苦手だから、もともと、うん、そうだから、ちょ、体動かすことしか多分俺にはできないので、うん、そうだから俺は多分やるんだとそっちかもしれない。まさの石油をちょっとおもろいんだよな。アラブの石油王なんでもなれるんですよ。なんでもなれる、うん、やっぱ石油王。春なんて言ったっけ最初。これ最初ハリウッドスター。芸能だから。かわいいね。ハリウッドスターって言っちゃう。はい、まあ、あとちょっと3分、うん、なんか新メンバーに聞きたいことどうですか。聞きたいことありますか。中華料理ゲームのカードゲームやってほしい。だって何それ。俺はみたいな、なんかを召喚みたいなやつでしょ。知らない。俺はエビチリを召喚。攻撃力800のエビチリで。俺はね、
俺超売れてる弁護士かっこいいからいや弁護士って大変じゃない？だってさ売れてれば売れてるほど大変になるよ。そうそうそう、やりたい。マジで？そうなんだ。だからやっぱ石油がいいのよまあね、まあ、確かに。これから髪染めれるんです。髪やりたい髪とかありますか？アルファなんか暗くしたいって言ってたもんね。もうね暗くしたいですね。もうちょっと髪がちょっとね、見たら分かると思うんですよ。こことかやばいことになってる。まささ紫だといいんさ、もう結構白くなってきて、めっちゃシルバーに見える。3人似てるのよ。だって3人も同じ髪色じゃんね、すごいよね。ハルはハルさ、学校さ終わったら何をしたいの？俺、うん、黒まあね、俺あのみんなと一緒にしたくないからさ。そうね、高校卒業したら染めるじゃん、ね、ちょっとあれに波にはね、あの波には乗りたくないから。乗りたくないんだよね。ちょっと一時は黒か。じゃあ染めるなら何にしたい？染める一発目。一発目、うん、虹色。え、虹色いいよ。すごいじゃん。あのこうじゃない、ね、こっちね。じゃあ今このコメントで虹色見たいっていう人が一人でもいたらやろう言うな、絶対言わないでくれ。事務所で絶対言わないでくれ。見てるからね見てるからね。ぶち切れられます。一瞬でボディさせられます。言わないでくれみんな。まあでもね、なんだかんだね、春は黒がね、ね、黒が似合うんだよね。まあでも金髪もね、うん、あ、ユーラいいやん、虹色って来てますけど。あ、もう、はい、最近虹見たいとかな大好評ですけどいいじゃんいいじゃんよくない、ね、あメンバー全員のか、あの、から入れよう。しゅうやくんがこの前染めたばっかりだったの。え、俺染めた？え、嘘、めっちゃ前だよ、俺結構めっちゃ前。うん、1ヶ月前とか。うん、結構、まさと同じタイミングだったね。いい色してんな、2人とも。俺も染め直さなきゃ。やばいよね、プリンがちょっと。あるね。はい、ということで、はい、明日もちょっと早いので。そうですね、そろそろ終わりになりますが、しっかり寝て、はい、うん、あのグッズも、うん、あのこの間拓也くんがね、紹介してくれてましたが、あの新面のね、初のグッズも発売中ですので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。チェックしてください。よろしくお願いします。明日の運動会応援してんね。絶対勝とうな、マジで。任せろって。絶対勝とう、マジで。ほんと走りだけは自信あるんでありがとうね。はい、ということで、ロールね、ロール。皆さん、なんかこういうスクショタイムがあった方がいいんじゃない？あ、いいよ、スクショタイムどうぞちょっと違うじゃあ終了ということでスクショタイム3、2、1。はい、オッケー。ありがとうございます。ありがとう、皆さん。ありがとうございました。ありがとうね、見てくれて。ありがとうね。バイバイ。バイバイ。See you.